京都水族館の川崎と言います。京都水族館ではたくさんの生き物たちが暮らしています。ハンドイルカやオオサンショウウオ、ケープペンギンやオットセイ、あとはたくさんのクラゲやたくさんの魚たちが京都水族館で暮らしています。来ていただいたお客さんには生き物を見ていただいて、いろんな興味を持ってもらえると嬉しいなと思ってます。今回は京都環境フェスティバル2021ということで、京都水族館で今日の生き物探検ツアーというのをこれから行いたいと思います。では今から生き物たちを見に行きましょう。ここは京都の海の大水槽です。この大水槽は魚が暮らす水槽の中で一番大きな水槽で500トンあります。特徴は奇岩と言われる岩がたくさん配置されていることです。京都の海は複雑な地形があることでたくさんの生き物が暮らしているので、それをこの岩で表現をしています。この水槽はイワシをはじめだいたい40種類から50種類の生き物たちがいつも展示されています。このたくさんの生き物たちにご飯を1日2回から1回あげてます。1回は上からご飯をバッと巻いて誰が食べているのかをチェックしています。もう1回はダイバーが潜って生き物たちに直接ご飯をあげています。で、今回は特別にご飯をあげる裏側を皆さんに見ていただこうと思います。今からダイバーが潜って生き物たちに直接ご飯をあげていきます。じゃあまずはどういったご飯をあげているか紹介したいと思います。じゃあちょっと開けてください。はい。準備しているご飯の種類です。イカとサバ、あとはアジです。切ってあるのは生き物の口の大きさや体の大きさに合わせてご飯をあげるためです。1日1回潜ってご飯をあげています。潜ってご飯をあげるときにどういったところに気をつけてますか？毎日潜ってご飯をあげているので、その子が今日はどのぐらい食べて、昨日はどのぐらい食べたのかなっていうふうに毎日どのぐらい食べていて、でそれで健康状態も分かるので、毎日一定の同じ量食べてるかどうかなっていうのを気にしながらご飯をあげています。この広い水槽の中でたくさんの生き物を管理しているので、潜ってご飯をあげるというのは健康チェックの一番のチャンスです。近くで生き物を見て体に傷がないか、あとはご飯を食べる意欲があるか、そういったところを毎日チェックしています。それでは今から潜ってご飯をあげてもらいましょう。お願いします。行ってきます。Thank you.
次はクラゲワンダーです。京都水族館のクラゲは常時30種類、だいたい5000匹ぐらいいつも観察することができます。日本国内で住むクラゲだけではなくて、世界に住むようなクラゲも展示されています。色が特徴的であったり、形が変わっていたり、いろいろなクラゲを見ることができるのですが、京都水族館はオープンした頃より力を入れていたことがあります。それは京都の海に住むクラゲがどんなものが住んでいるかというのを調べることです。クラゲは環境の変化に影響を受けやすいため、住んでいるクラゲが毎年変わってしまいます。それを調査して皆さんにお伝えするのも水族館の仕事です。京都水族館のクラゲはほとんど水族館で生まれたクラゲたちです。この水族館では今までバックヤードといわれる裏で作業をしていた作業を表で見ることができます。飼育スタッフもいつもそこにいますので、聞きたいことがあったらどんどん質問してみてください。ここにはオオサンショウウオが展示されています。オオサンショウウオは京都の河川にたくさん生息しています。ただ京都水族館で展示されているオオサンショウウオのほとんどは中国オオサンショウウオとオオサンショウウオの交雑種、もしくは中国オオサンショウウオになります。京都水族館のオオサンショウウオは1個体のみです。京都水族館としてはオオサンショウウオと中国オオサンショウウオの交雑種の問題について発信ができればいいなと思っています。中国オオサンショウウオが自然に放たれたことによって交雑種がたくさん増えています。それを皆さんに知っていただきたいなと思っています。京都水族館のオオサンショウウオは4日に1回ご飯をもらっています。この後ご飯の風景もご覧いただきたいなと思っています。皆さん、今日の生き物探検ツアーはいかがだったでしょうか。実は皆さんの周りにはたくさん生き物が暮らしています。ちょっと足を止めて周りを見てみてください。先ほどのオオサンショウウオをはじめたくさん生き物が暮らしていることがわかると思います。今京都水族館では骨の髄までオオサンショウウオ展というのを開催しています。オオサンショウウオがどんな生き物なのか、何を食べているのか、あんなに大きな体で敵は誰なのか、そういったところを見れるように工夫をしていますので、ぜひ京都水族館にお越しください。